もうやめてくれ、ベベット兄さんこのままゼノスの好きにさせていたら、世界から可能性がなくなってしまうのです。本当に良いのですかわからないなぁ。むしろ僕が聞きたいくらいだよ。そんなものがあってどうするのかって。ど、どうする何を言ってるんだ成功。 勝ち負けそれは結果としてしか現れない始める前に可能性があるかどうかなんて誰にもわからないなのにどうして可能性があると無邪気に信じていられるんだろうね定められたたった一つの結末に向かっているだけかもしれないのに要するに可能性なんてものは あってもなくても同じってことさ。到達する結果は一つだけなんだから。そんな無駄なものにこだわる理由が僕にはわからないね。可能性が無駄なものそう。君たちにはわからないかもしれないけど、可能性がないってのは幸せなことなんだよ。 幸せ可能性がないことが幸せだって。分からない。俺には分からないよ、ペペット兄さん。もうやめろ。奴との対話に意味などない。力でねじ伏せるだけだ。<laughs> そういう分かりやすいのは僕も好きだよ。じゃあ、そんな君たちにサービスだ。 おいでよ、青龍。エルシオン。<laughs> <laughs> 長い間崇め続けてきた青龍にとどめを刺されるなんて、光栄だろう。青龍。 黒い丸に囚われ、操られたままになっているのか。混大の風を、汝らが現象の力を取り戻せぬ余しが分かった。 原書の力を清流より感じぬかあエリュシオンから確かにあれはしかし清流がなぜんじらが力は損なわれたわけではない風や火に姿を変え この世界を巡っていただけのこと。本来ならば己が力いずとなるかを自覚せば、ンジらが力取り戻すことは優しい。さらナンジらが気づかなうちに、世界を巡る風や日立を管理し、統制する者がいたという。 世界の管理者セーリュエルシオックったくつくづく面倒なことしてくれるわね人の力まで横取りして何しようっていうのよ自ら始まりの人にこうしようとしたのであろうはっかつても我らと同じように 現象の力を束ね、自らを始まりのドラゴンの器となそうとしたか。あるいは、自らの意志と力にて、始まりの人を排除するための備えであったのやもしれん。でも、エルシオンは始まりの人を復活させようとしてたんじゃ。そうよ。 エルシオンは可能性の世界と始まりのドラゴンを否定してたのよ聖竜が可能性に絶望したのは確かないだけど、始まりの人による支配を良しとしたわけではない。始まりの人による支配が、世界とそこに生きる者たちに良い影響をもたらすとは考えていなかったはず。 ならば、己が始まりの人を排除できるようになっておかねばならない。そう考えたのだろう。始まりの人によって可能性の失われた世界。そこを自らの手で管理しようとしたのやもしれん。 愛、なのかなエルシオンは、世界を愛してた。そこに住む者、ドラゴンも、僕たち人間のことも。エルシオンにとって僕たちは、いや、ドラゴンだって、エルシオンにとっては、庇護すべきものだった。だから、誰かに頼ったり、責任を負わせようとしなかったんだろう。全部、 自分で背負おうとしたんだろうね。無理もないよ。聖竜と同格の存在なんていないんだから。現初の五竜たちがいれば別だったかもしれないけど。一人ぼっちで誰にも頼れなかったのかな。なんだか少しかわいそう。転生前のことなんか覚えてないけど。 そう言われるとちょっと責任感じるわねかねてより聖龍は慈悲深きディオであったかつて我らが始まりのドラゴンの器となる道を選んだことも意図っていた次なる時誰も犠牲にせぬ力を求むともキいにあらずそれが 現象の我らの力を束ねたあの姿ということかなかなか面白い話じゃないかつまりそれが可能性の末路ということだろうあ可能性の末路だってみんながみんな良かれと思う道を選んだ 自分たちの可能性を信じてさ。だけど、結果は一つ。エリュシオンはあの人を排除するどころか、駒として扱われている。そのせいで、君たちはあの人に対抗する力を得ることもできない。そして、この状況を生み出したのは、他でもない、エリュシオンに反発した君たち自身のせい。 君たちが可能性なんか求めたせいで、すべての可能性が失われているってことじゃないか。面白いよね。この状況が可能性を求めることがどれだけ無駄かをよく表していると思うけど。ここですべてが終わりだと言うなら、そうかもしれない。だけど、結果は出ていないんだ。 この先にも可能性はいくらでも残っていて、ずっと続いているそうですエリュシオンはやり方を誤ったかもしれませんけれど、その愛の深さが間違いではなかったとひとたびは、生竜を崇めた巫女として、私が証明してみせますほんと、イライラする兄弟だよね、君たちは。 まあ、い,いさ、結果は定まっている。さあ、エルシオン君が愛した人の子を、君自身の手で滅ぼしてやるんだ本代の風たちを、頼みがある。清流を苦しみより解き放ってほしい。我らの手で。 生竜を倒せと。出来うるなら我が手で始末をつけたいところなれど、今の我にはかなわぬこと。本代の龍たちに託すより他になし、それが今の何時らの目的を果たすことにもなろう。生竜を倒せば、 彼の竜に支配されていた風を、我が力として取り戻すことができるということか。力を取り戻すってのももちろんあるけど、エルシオンのあんな姿を見てられないのは、私だって一緒よ心配しなくても、きっちり型をつけてやるわ 世界の管理者であり、ドラゴンの東洋その生命をあのように汚されて黙っているわけにはいかぬ我らがドラゴンの誇りにかけて